2014年のニューヨークコレクションファッションウィークは、復職の新作発表会、反則展示会であるファッションショーのうち、特に約1週間にわたって開催されるものを指すファッション業界のイベントである。日本では、道義の内容をコレクションと呼ぶこともある。デザイナーやブランドなどが最新作をランウェイと呼ばれるステージで披露し、これを受けて、バイヤーやメディア、報道関係者が、 最新の流行に関する情報を入手する機会であり、今後のシーズンの流行作が発信されるイベントとして重要視される。最も有名なのはファッションの都と呼ばれる世界4都市で開催されるファッションウィークで、これらは世界4大コレクションと総称されることもある。この4都市にとどまらずファッションウィークは世界各地の都市で開催されている。ニューヨークでのファッションウィークが 初めて開催されたのは1945年で当時フランスのファッションに向いていた関心を国内に引きつける狙いがあった。フランスへの関心の高さは第二次世界大戦以前のアメリカのデザイナーはインスピレーションを得る上でフランスのクチュールに頼りきっていると考えられていたと評されるほどであったが当時は第二次世界大戦の影響でパリへの渡航ができなかったため アメリカ国内のファッションに目を向けさせる好機となった。こうした情勢を背景に、それまで国内のデザイナーに関心を払ってこなかったファッションジャーナリストに作品を披露する機会としてファッション広告を扱っていたエレノア・ランバートによって立ち上げられたのが現在のニューヨークコレクションの前身となるプレスウィークである。このイベントは1994年までは ホテルや特設ギャラリーなどで開催されておりその場所は一定していなかったがマイケルコースのファッションショーで構造上の問題が生じたことから最終的にマンハッタン区のブライアントパークで開催されるようになり2010年に開催地が同区のリンカーンセンターに移るまで同地で開催されていたファッションウィークに類するもの自体は プレスウィークが成立した1945年以前からアメリカ中に存在していた。アメリカ発と考えられているファッションショーは1903年にニューヨークのショップエイリック・ブラザーズが中流階級の女性を店舗に呼び込むために開催したショーである。アメリカのリテイラーらはこれらのショーが1800年代にファッションパレードと呼ばれていたクチュールサロンと同種のものであると捉え、 これを活用しようと考えたと見られている。こういったパレードはショップを宣伝しその価値を高めるのに効果的で1920年代までには国中のリテーラーがショーを活用することになった。この頃にはショーにステージが設けられるようになり場所はショップ内のレストランが用いられランチタイムやティータイムに開催された。当時は 現在よりも演劇色が強く物語式のコメントがなされ、一つのテーマに準拠する度合いも高かった。これらのショーは大いに人気を博し、1950年代にはニューヨークにあるショップがモデルを雇用するためのライセンスを取得しなければならないほどの観客を呼び込み、巨大化していった。ファッションウィークは年2回、世界に4カ所あるファッションの都で行われる。バイヤーや 報道機関が前もって、次のシーズン向けの新デザインを知ることができる、要当該シーズンより数ヶ月前に開催され、1月から4月までは、秋物、冬物が、9月から11月までは春物、夏物が披露される。リテーラーは、実際のシーズンが訪れるまでの期間を利用して、新作の購入を手配したり、デザイナー本人と契約を結んで、販売戦略を立てたりする。 また有名デザイナーが革新的なデザインを発表するのもファッションウィークの期間で、これら最新のコレクションは、防具のようなファッション雑誌に取り上げられることになる。詳細は、カテゴリー、コレクション及び EN、リストオブファッションイベントを、参照年間の主要シーズンは、秋冬シーズンと春夏シーズンに対別され、これを基軸にファッションショーが開催される。 女性服のファッションウィークは年2回ファッションのとの4都市によって主催され、両シーズンとも開催はニューヨークから始まり、ついでロンドン、ミラノの順番で続きパリで終わる。男性服のファッションウィークはロンドン、ミラノ、パリの3都市によって主催される。女性服については秋冬は常に2月のニューヨークから始まり3月のパリで終わる。 春夏は9月のニューヨークから始まり10月のパリで終わる。男性服の秋冬ウィークは1月のロンドンとミラノのものが例年1週間足らず続き、その後同じ程度の日数でパリが続く。春夏は6月に始まる。女性向けオートクチュールのファッションショーはパリでの男性服のショーに続いて行われる。シャンブル・サンディカル,ルールと呼ばれるオートクチュールの規定により、 オートクチュールはパリでしか披露できない。また従来のシーズンの枠組みでは秋、冬と春、夏の間が大きく開くため、合間となるこの期間を狙ったコレクションが披露されることも増えている。従来シーズンのオートクチュールやプレタポルテが主に富裕層向けであるのに対し、これらのコレクションは市販向けの性格が強く、末端消費者の次シーズンまでの待ち時間を減らす効果もある。 従来の枠組みと異なりどの都市でも固定化された日程はないが既存シーズンの3ヶ月後に開催されるのが普通である。デザイナーの中にはコレクションを活動拠点以外の都市で披露することもあり、例えばパリに拠点を置くデザイナーのカール・ラガーフェルドはシャネル向けのコレクションをパリではなくモスクワやロサンゼルス、モンテカルロで披露した。コスト削減やシーズン間にあたる この時期の方が自身の作品をより理解してもらえるという考えから従来のショーに対抗してシーズン間にプレゼンテーションを行うデザイナーも増えている。ファッションウィークの中には特定のジャンルに特化したものもあり、例えば価格準拠のクリスチャンファッションウィークや水着に特化したマイアミファッションウィークとリオサマーファッションウィークが挙げられる。プレタポルテやパリのオートクチュールコレクションは デザイナーオリジナルの独創性の強い作品が発表される。中には、ブライダル専門のファッションウィークや、アメリカオレゴン州のポートランドファッションウィークのように、環境に優しい服飾が披露されるものもある。この他、プレタポルテの牽引役には、ブレッドバター、トレードショーがある。ありがとうございます。